はい、皆さんこんにちは、ダリビリティジです。では今回は大勢力豪鉄の旋風日本軍リベンジプレイ続きをやっていきたいと思います。前回からいよいよアメリカ本土決戦ということで、今回のリベンジプレイの一番の目的である、前回頓挫してしまったこのアメリカ本土攻撃のね、リベンジを始めているところなんですけども、まずロサンゼルスとシアトルですね、ここ2つの拠点を破壊することができまして、残っているアメリカ軍の拠点が1つですね、こちらになります。前回はねロサンゼルスとシアトル2つの拠点を破壊したところでもうニッチもサッチもいかなくなった、抜き差しとならない状況になったというのがあったんですが、今回は今のところ順調ですね。うまくことを運べているかなと思うんですけども、最後の拠点この守りがご覧のようにかなり硬いですね。しっかり航空機と、あとは、陸上兵器ですね、これを組み合わせて戦っていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきたいと思うんですけども、基本的な戦略はですね、やっぱりアメリカ軍の最新戦闘機ヘルキャットだったりフラインググラムだったり、こういった戦闘機相手に味方の航空戦力少しで、劣勢というのもありますので、しっかり対空砲を配備して、対空砲が前進したら全体的に部隊を前進させる、対空砲が前進したらまた少しずつ部隊を前進させる、そういう動きをしながら最後の拠点へと迫っていこうと思います。現在18ターン目ですが、大勝利の目標40ターンとまだターン数に余裕がありますので、しっかり地に足をつけてプレーをしていきましょう。では時間を進めていきます。さあ強敵フラインググラムの前に冷戦、耐久10あっても一撃死させられてます。正気でもダメか、いやー痛いな。ちょうど今対空砲を撃てるものがないので、フライングラムにどう立ち向かうかですね。本当に強いんですよねこのフライングラム。ちょっともう一回攻撃してみましょう。こちらは、連動がマックス、耐久もマックスの正気です。これでフライングラムに攻撃しかけていきます。冷戦はね一撃死するんです。ここも正気でもこれか、いやちょっと太刀打ちできそうにないな。地道にそうするとここにいるライトニングを撃沈して、撃墜してでもってどうでしょう、対空砲でフライングラム仕留めますか。本当にね強力なんですよねこのねフライングラムが。フライングラムどう潰すかっていうのが、大きすぎる課題と言っても良さそうですね。さあフライングラムに対して対空砲撃ってみましょう。かなり強力なフライングラムですが、対空砲である程度ダメージを取ってから攻撃をしていきましょうね。でこの状態で元気な正気を当てる、これでどうでしょう。ようやく撃墜できました。ダメージはかなり出ましたが、正気はこの後もね対フライングラム、あるいはヘルキャット対策ということで使っていく機体になりますので、連動の高いものは失わないように細心の注意をやっぱり払っていきたいですよね。ではまた前進していきましょう。ここにいるのはライトニングですね。ライトニングであればまだ冷戦でも戦えますし、はやぶさ回でも戦えますね。警戒しなきゃいけないのはやっぱりフライングラム、これにはね最新の注意をやっぱり払っていかないといけないですね。ではまた前進していきます。ここから敵は戦車が多くなってきているようなので、戦車対策ということも、しっかり念頭に入れていく必要が出てきそうです。では野戦砲ぶっ放していきましょう。脆弱な日本軍の陸軍構成の中では
この野戦砲はね結構強力なので、まあ、しっかり活用していけるかどうかっていうのが、まあ、勝敗に大きく左右してくるところだと考えていますので、まあ、野戦砲はね積極的にどんどん前へ、繰り出していきたいというふうには思っています。で、何度もお伝えしている通り一番注意しなきゃいけないのが、強力無比なアメリカ軍の航空戦力がありますので、まあ、その航空戦力が出てきたときは対空砲で、うまく駆使していければいいかなというふうに思います。さあ、思わぬところからちょっと敵の部隊が出てきたんで、これに対してはシアトル攻略に行ってもらっていた機動部隊を使って牽制しておきたいと思います。こんなところに敵が現れるとはちょっと思わなかったんですね。まあ、しっかり撃退しておかないとまた奪還されてしまうとせっかくの収入が目減りしてしまいますので、しっかり撃破しておきたいかなというところですね。それ以外は特に問題はないです。順調に進んでます。さあ、また強敵フライングラムですね。なんとか対空砲で確実に数を減らして被害が、まあ、出ないように注意を払っていきましょう。で、敵の耐久が減ったところで正気でとどめを刺す。まあ、この繰り返しですかね。当面の間はね、これも繰り返しということになっていきそうです。ここにレーダー発見しましたね。まあ、レーダーを早めに破壊しておきましょう。これでレーダー破壊完了ですね。もう目と鼻の先まで来てるので、どっかで一気に攻勢をかけてもいいかなというフェーズですね。冷戦の数揃えて、いつでも攻撃できるようにちょっと偵察してみましょうか。守り固いしフライングラムがいるな。もうちょっと着実に進んでいった方が良さそうですね。本当だったらね、もうこの辺りで一気に攻勢をかけて決着という展開を狙いたいところなんですけど、まだまだ敵の防御力高そうですね。前線にですね、航空基地がないので、まあ、往復することがちょっとたくさん出てきそうかなというところも、まあ、不利な点にはなってきそうです。なので航空機の数、この後まだ未配置のものいくつか残ってると思いますので、それらも投入していきましょうか。まあ、観光は、まあ、この際後回しにして、錦隊形、これ航続距離すごく長いユニットなので、これ出しましょう。ではちょっと一足飛びな感はありますが、攻撃に仕掛けてみましょう。敵の最後の司令部です。一気に攻勢をかけていきたいところですが、ここに降車砲があるので早めに仕留めないと損害がちょっと広がってしまうかなっていうリスクはこの時点でちょっと感じますね。冷戦を飛ばしてなんとか早めに決着つけたいところかと思います。あと7残ってますね。ちょっとまだ先は長そうだな。まあ、2回3回と時間をかけて、攻略進めていきましょうか。降車砲をなんとかしたいですね。錦隊形なんかを使ってちょっと攻撃仕掛けて、降車砲だけでも無力化しておきたいかなと思うんですが、ちょっとまだ先が遠いな。では錦隊形、これが司令部に到着しましたね。爆撃していきます。ゼロか。爆撃効率がちょっと悪かったですね。
まあ、できれば耐久マックス、元気なね、かつ練度の高い部隊で爆撃をしていくのが、まあ、もちろん一番いいと思いますので、まあ、ここにいる艦爆ですね、これ空母から発進したものですけども、こういったものから爆弾を投下してみましょう。これで3、残り3ですね。ここにいるのが艦爆であれば、ちょっとこの冷戦を回避させて、同じく空母から、発艦して出てきてくれているこの艦爆ですね、この艦爆も耐久高いので、この艦爆で爆撃してみましょう。これで終わってくれれば、残り1か、惜しかったですね。フライングラムがここにいるので、このフライングラムからなんとか逃れるっていうのが一つ、航空機をね、温存するキーになりそうかなと思うんですけど、そうですね、ちょっと次のターンに持ち越しましょう。まあ、残念ですけどここで航空機を、まあ、2、3機失うことにはなってしまうそうです。さあではとどめを刺していきましょう。艦爆の爆撃です。まあ、強力なフライングラムいましたけども、これで、アメリカ本土攻略戦リベンジ完了です。帝国軍は強力な艦隊支援によりサンフランシスコ、シアトルなどの重要都市を次々と占領、ロッキー山脈を越えて内陸米と進撃する勢いですね。米国側が講和を求めてきたため、米国本土での侵攻作戦は終了したということで、アメリカを降伏、事実上させることができたという展開になりました。リベンジ完了ですね。ここからまた次のステージ楽しみですが、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回またその模様をお届けできたらいいかなと思います。